これが俺のホームページ。君、RPG スタジオって何？ああ、ロールプレイングゲームを作るソフトなんだけど、俺、これにハマってんだ。だから、このページでゲーム作りの情報交換をしてるわけ。へえ、すごいですね。ねえねえ、アタル君はどんなゲームを作ったの？俺はまだ完成させたことはないんだけど、今作りかけのやつ見る？じゃあ、俺の自信作。どう？漫才 RPG。 個性的なゲームね。ああ、斬新だろ？いや、個性的と斬新は違うと思います。インターネットか。これ結構使えるかも。これでよしっと。口止め料1480円にいかがでしょうか？嫌な商売するね、あんた。しかもそんな中途半端な額で。誰にも言っちゃダメよ。まあまあの反応ね。よっしゃ、かかった。これで何も知らないワタルくんと一から AI ができるよね。さて、顔はどうしようか。果たしてバレちゃまずいから、なるべく違う感じがいいよね。ワタルくんの好みの感じがいいから。そういえば、アタル君の好みってどんな感じなんだろう。清楚可憐なヤマトナデシコ、ファンタスティックな魔法少女、リアルな CG 風、RPG 好きならドット絵風って、これはちょっとふざけすぎね。あ、そうだ、アタル君はミオのことが好きだから、ミオみたいな顔だったら間違いないよね。あれ、いつみ、なんなのその顔。え、ああ、たまには別の顔してたっていいじゃん。なんかその顔、あたしみたい。そう？一瞬ゆえかと思っちゃった。え、誰だっけそれ。あたしの双子のお姉ちゃん。ああ、あの子。そっか。あたし、そろそろ出かけるから。じゃあねー。なんか変ね。あ、いつみのさっきの様子といい、この夢見って女、多分いつみね。渡るを誘惑する意図が見え見え。あの、渡るさんですか？あなたが夢見さん？はい。どうぞ。はじめまして。はじめまして。あ、予想以上の美人で、今ちょっとドキドキしてます。渡るさんはどんな女性がタイプですか？そうですね、優しくて、温かくて、実は髪はショートカットが好みだったり。あれ？髪、切ってませんよね。え？いえ、まさかこんなところでカットするわけないでしょ。他にタイプの特徴は？結構小柄な人が好きなんですよ。あれ？
ゆめみさん、ですよね。ええ。なんか小さくなったような。どうしました?いえ、別に。あ、そうそう、楽しい人も好きです。ほら、他の人には絶対思いつかないような天然ボケをかまして、お前、宇宙人だろ、とか言われるような。今、なんか変なのを見たような。あらあら、わたるさん、まるで宇宙人でも見たような顔してますよ。そう?あ、じゃあ、ゆめみさんのタイプは?よーし、ここでわたるくんが私の好みだとしっかりアピールしなくちゃ。私ですか?そうですね。やっぱり優しくて、楽しくて、でもどこか真面目で、それでいてドジで、しょっちゅう痛い目に遭ってて、ついつい守ってあげたくなるような人が好きです。俺のことか。ああ、それから三角関係のもつれなんかがあるともう最高。あら、どうしました？いや、そのなんか俺の生活を見透かされてるような気がして。ご注文よろしいですか？あ、俺はコーヒー。ゆめみさんは？フルーツパフェ10個。10個？そんなに食べるんですか？そうですね。もっとダイエットとか気にした方がいいですね。それじゃあ、5個で。ダイエットとかそういう次元の話じゃないと思うけど。あー、パフェ食べたい。あっという間に平らげちゃいましたね。私、これ大好きなんです。でも、5個じゃちょっと物足りないです。ようがいる。ああ、あれ、あれって、プーチン大統領じゃない？こんなところにプーチン大統領がいるわけないでしょ。そうですね。いるはずないですよね。あれ？今変な音がしませんでした？さあ、誰かが食器を落としたんでしょうか。そうそう。ゆめみさんは、たらいが落ちてくるのが好きでしたよね。ええ。どう考えてもたらいなんてなさそうな場所で、何かするたびに話に関係なく、バーンと来るのが好きです。なぜ、たらいが本当に。ああ、ここで気にしちゃダメですよ。何があっても、そのまま話を続けるのが面白いんですよ。面白いとかそういう問題じゃないでしょう。あら、わたるさん、口のところに、クリームがついてますよ。俺はパフェは食ってない。このまま行くと、まさかこのままキスしようか。でも俺が好きな人はミオさんなんだし、でもミオさんは俺のことなんてどうでもいいだろうし。何やってんのよ。あと、その俺とゆめみさんは特別の関係ってわけじゃなくて、今日初めて会ったんで、だからキスするような間柄じゃなくて。だから何よ。だから、俺の好きな人は。あら、トヨさんじゃない。お久しぶり。ねえ、ちょっと二人で話さない？ああ。あんた、どういうつもりよ。いつみこそどういうつもり？渡るを騙してこんなところに誘うなんて。決まってんでしょ。新しい声を芽生えさせてんのよ。そんなの絶対許さない。邪魔しないで。それともあんた、ワタル君を私に取られたくないの？逆。あんたをワタルに取られたくないの。本当のこと言ってくるから。今、ゆめみさんの手が伸びたような。わかった、わかりましたよ。今日中に自分から本当のことを言うから。お願い、それまでの間、夢を見させてよ。もう、しょうがないな。今日だけよ。ありがとう。知り合いだったんだ。ええ、高校の時の後輩。ミオさんはひょっとして、掲示板を見てきた？ああ。ゆめみさんに会いたくて来たんだ。そういうこと。このたらい、ひょっとしてミオさんが？私の他に、こんなことできる人いないでしょ？なんで姿を見せる前に突然たらいを。ひょっとして、驚かせたかった？はい。あんまり驚きませんでしたね。そう。あ、何か注文する？
じゃあ、フルーツパフェ10個。お前もかよ、おい。面白くなってきたわね。パフェ。すさまじい食欲だな。私、やっぱり5個じゃ物足りないな。2人並べてみると、よく似てるね。そうなんですよ。高校の時も、よく似てるって言われました。そういえば、リオさんの高校時代って、どんな感じだったんですか？ひとよさんの高校時代ですか？ここでなるべくミオのイメージを下げておいた方が、私に乗り換える可能性大よね。ひとよさんって、喧嘩がすっごく強いんですよ。だから、廊下で不良グループとすれ違うと、不良の方が敬礼するんです。確か、そうそうって呼ばれてたよね。どうでもいいでしょ、そんなこと。極めつけは不良に使いっ走りなんてさせてたんですよ。やってない。そういう逸、浅木先輩だって。あの頃は逆ナンパしまくりで、しかも逃げられまくりの有名人だったでしょ。あの頃は若かったのよ。今は落ち着いて、一人の運命の人を追い続けるタイプに変わったんだから。好きな人がいるんですか？いや、そうじゃないんです。今はフリーです。浅木先輩を信じない方がいいよ。絶対どこかで彼氏作ってるよ。あ、そういうこと言う。じゃあ今度は、どんなこと暴露してあげようかな。そうそう。いつみさんも、みおさんの高校の先輩だったよね。うん。泉川いつみさんって、どんな人でした？すごくいい人でしたよ。優しくて、明るくて、面倒見も良くて、何か困ったことがあると、必ず力になってくれる人でした。本当は、男だってことはみんな知ってるんですけど、女よりも女らしくて、男子からの憧れの的でした。嘘ばっかり。さすがにパフェ15個だと、すごい額だな。あ！逃げたな、畜生。ありがとうございました。あ、亀野さん、ちょうどいい。ミオさん知らない？え？ミオさんといつ？ゆめみさんなら、あっちに行きましたよ。あっち、サンキュー。え？なんでゆめみさんを知ってるの？あ、掲示板で見たから。なんでゆめみさんってわかったの？顔知らないのに。さっきからずっと見てたから。そっか。ん？そのビデオでずっと盗撮してたんかい。気づくのが遅い。あ、ミオさん。まったく、思わずテレポートして突っ込み入れちゃったじゃない。ま、確かに盗撮でしたけど、これは後でプレゼントして、小井さんたちを驚かせようと思って撮ったんですよ。そうだよね、後でゆするんだよね。そんなわけないでしょ。まあ、そのビデオは後でみんなで見ることにしよう。せっかくだから、みんなでどっか行く？映画館がいい。二人きりで過ごすはずが、なんでこんなことに。とほほ。あ、これこれ。これ見たい。あ、子供向けアニメ。どうします？よし。サキさんがそんなに見たいって言うのなら、タミドさん、サキちゃんお願い。ごめんなさいね。大人には大人の楽しみがありますからね。じゃあ、お願い。あ、その。行こう行こう。じゃあ、私たちはこっちの映画なんかどうです？え大人の映画と言ったら、これですよね。こんなの見るわけないじゃない。わたるさん、どうします？行きます。あんたたち、いい加減にしなさい！げぇてあー、ゆめみさん大変！大丈夫よ、よく見て。え？うわっ、あれ？ひょっとして、いつみさん？あー、とうとうバレちゃったね。というわけで、朝日ゆめみの正体は、私、どう？楽しかった？これでもまだ気づかなかったんですか？俺ってそんなに鈍いかな？結局、小井さんが全部払ったんですか？
そうそう、コーヒー一杯しか飲んでないのに1万円以上。ああ、そうだ、パフェ代払え。ああ、また逃げられた。